デザイン、それは私たちの身の回りにあるすべてのものを楽しく快適にする必要不可欠なもの。彼女もまたプロダクトデザイナーとしてそのノウハウを勉強している最中だ。プロダクトデザインに魅せられてからというもの、入学以来彼女は積極的にさまざまなデザインプロジェクトに参加してきた。戦火にあるウクライナ支援のために立ち上げられた地域プロジェクトデザインフォーピースもそのうちの一つ。不要となったデニムを新たに裁断し、バッグなどの生活用品として生まれ変わらせた。またデザインコンペに出品したシリコン製のカップカバーにおいては見事に入賞するなど、彼女のデザインをしたいという思いはとどまるところを知らない。大学内で制作されるエコデンカーのカウルデザインも彼女のデザインチームが担当し、学科を超えたコラボチームでレースに参加した。私たちの身の回りにはたくさんのものに囲まれていますが、私はその中でも日常をほんの少しだけ豊かなものにしてくれる日用雑貨に惹かれます。人をちょっと幸せにするプロダクトデザイナーが私の夢ですね。彼女のデザインした日用品が私たちの身の回りに登場するのはそんなに遠い未来ではない。